はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。鶴なし人間のね、遊園します。まあ鶴が出ないタイプの人間豆なのでね、誘引はしなくても大丈夫なんですが、下にねマルチが敷いてありますので、マルチに直接こう葉っぱとかね、収穫物が触れるのはあまり良くないんじゃないかなと思いましてね、軽くね、誘引をしたいと思います。よっこいしょ。でいつものようにね、これスズランテープですね。で、ゆるゆるに縛ります。ガチガチにしないでね、ゆるゆるに縛、まあ直接マルチに当たらない程度に、誘引するというやり方でやっていきたいと思います。うちの母はね、マルチ、草が生えないようにマルチすくって言うんですけどね、そんなにね、何百本も植えるんでしたらね、草生えない方がいいんですけど、この程度だったら手で除草してもいいんじゃないかなと思ってね。まあただ母が元気なうちだけなんで、まあ母がね、まあ寝込むようになればもうやらないんでね、まああと何年やれるかわかんないんですが、まあここはね母の畑なんで仕切りたい らしくてね、まあ母の言う通りにやってます。よっこいしょ。はい、ゆるゆるですね。ゆるゆるに縛って、直接ね、マルチに当たらないようにします。よっこいしょと、よいしょと、はい、あと1個ですね。奥の方にあと1本ありますので、こちらの方が生育進んでそうですね。で、なぜか一つの鉢に2本巻いて ありますね。でこのつるなし人間は農家さんからね、いつも直接買ってくるんですが、おまけとしてね、ついてきたものです。去年はねオクラを2鉢もらったんですがね、今年はインゲンを2鉢もらいました。まあインゲンの方がね、自分家なんかはね、食べるんで、まあオクラはね ほとんど姉の家に行っちゃったんですが、まあインゲンの方がうちとしては使い道あんのかなと思ってます。まあせっかくね、向こう の農家さん こういで、おまけにつけてくれたんでね、まあ捨てずに育てたいと思います。よっこいしょと。まあインゲンもね、種類にもよりますが結構なりますよ。うちも一袋巻いたことあるんですけど結構食べられましたからね。よっこいしょ。よっしょ。どういう風にやったらいいかな。まあただ結構ね、今こう誘引してるとすごく葉っぱが混み合ってるように見えるんですけど、やっぱりね植物ってこう葉っぱ動くんだよね。裏返しになってた葉っぱが光当たるようにね、表面を向きますし、結構こうダイナミックに動きます。まあ1時間とか2時間で動かないですけどね、何日かかけて、ちゃんとね下に光が当たるような方向にね葉っぱが向いていきますんで、ちょっとどういう、ごちゃごちゃなんだよね葉っぱがね、あんまりこうごちゃごちゃでもないでしょう。よっこいしょ。紐で縛っちゃいますかね、さすがに動けないんで葉っぱを紐で縛らないようにそれはしなくてはいけないんですが、うまくね、光が当たる方向に葉っぱが向きを変えるというのはすごいですよね。よいしょ。よし、
それで葉っぱしばらくに しますね。まあ多分、人間の場合はね、こういう草丈が、長くなるものではないんで、まあ一回縛ってやれば、まあほぼほぼ大丈夫なのかなと思っております。はい、因縁の誘引でした。お付き合いありがとうございました。